上位とか関係なかったら、あの遅く投げるのもいいですよ。アイテム交換で、あのサバ投げて前の人を倒してから自分はいいアイテムっていう方が戦略的にはいいと思うから、うん、良かったと思いますよ今のサバが遅いやつは。結構追いつけるんなら、自分が1位とか上位取れるんなら、まあ、別に投げてもええけどね、早く。今のは多分無理やからもういいと思うけどね、遅く投げてもサバのタイミング気にせず。今緑コーラがね怖いからキノコで逃げました。ちょっとキノコの使うところ変だったけどね、変だった理由は後ろの緑コーラが怖かったからです。はい、よいしょ、みんな早いな。あぶねあぶね、緑コーラあぶね、怖い怖い怖い。あ、トゲが来た。さあどうする、今回はみんな譲り合うか。譲り合いそうやな、こっち行っとくか。ちょっと迂回するわ、どっかでなんかありそうな気がする。投げとくか、バナイチか。あー、キノコで押されたら困る。大丈夫か。いや怖い怖い怖い。あー、うわー怖い怖い。怖かった。はい、このキノコ欲しい。ダメか、なんか兵法さんが噴水と遊んでたわ。あ、イカ、イカホジ。あー、やべ、アイテム取れんかった。ちょっとアウトずらせばよかった。そのイカって赤コーラ防げるんかね。どうなんだろう。よーし、わー、危ね、来ると思ってたよ。今の緑コーラ、いや、このね、バナナ注意せんやいけんな、ここで。あ、トゲ来たわ。オッケー、ちょっと、あ、マジか。あ、大丈夫だよね。オッケーオッケー。ちょっとね、トゲ被弾とか、あ、ごめんね、投げちゃうよ。よし、あ、うまいな、今ドッシーで消しただろ、今1位の人。ドッシー赤消しやな、今の。あ、緑コーラ投げたとか。当たった。